お金はやましいものとか、お金は汚いものとか、あとお金持ちは悪いことをしているとかね、あと多いのはお金を稼ぐのは難しいとか。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ三輪です。今日もありがとうございます。書籍親子の法則5万部突破間近を記念して、応募者全員にプレゼントと、当選者様には総額150万円以上のプレゼントが当たる第2回三輪アワードを開催中です。皆さんからのリクエストにお答えしたプレゼントご用意しましたので、ぜひ動画概要欄コメント欄からご案内ページをチェックしてみてください。今日はお金のメンタルブロックについてです。豊かさを引き寄せられるように願いをノートに書いたり、収入を上げるために具体的な行動をとっているのにもかかわらず、なかなか豊かさが引き寄せられてこない、むしろ遠ざかっているような気さえする、そんな経験ないでしょうか。僕は思いっきりこれ経験しています。20代の頃、本田健さんのユダヤ人大富豪の教えでしたり、ロバート清崎さんの金持ち父さん貧乏父さんを読んで衝撃を受けて、自分もお金に困らない幸せな経済自由人になりたいと思い立ったんですけれども、そこからどれだけ頑張っても収入が増えないどころか、投資に失敗して借金が増えてしまうという経験もしました。なんですけれども、そこからメンタルブロックという概念に出会って、手放す方法を習得することで、お金への苦手意識がなくなって、お金を稼ぐための行動もどんどん取れるようになりましたし、実際に収入も当時に比べるとこの8年くらいで年収でいうと300倍に増えました。それくらいメンタルブロックに気づいて手放していくことによる人生の影響は大きいです。日本ではお金のメンタルブロックなんていうとあんまり一般的ではない響きに聞こえるんですけれども、実は海外の方では経済誌のフィナンシャルタイムズですとか CNBC なんかでも取り上げられているミシェル・ローブリッジさんというですね、著名なライフコーチの方がいらっしゃるんですけれども、この方もお金のメンタルブロックといったものが原因でみんな豊かになれないんだよというような記事を書かれたりだとか、インタビューに答えられたりだとかしていますんで、この概念自体別にオカルトだとか怪しいものではないというものなんですね。そこで今回は、あなたが豊かになれない最大の原因かもしれないお金のメンタルブロックとはということと、このメンタルブロックの見つけ方、そしてメンタルブロックを外す方法、最後にお金のメンタルブロックが外れるとどういうことが起きるのか、この順番で解説していきたいと思います。ほとんどの方はこのお金のメンタルブロックといったものを抱えていまして、このブロックを取ることっていうのは今までと違う経済状況、お金の状況を作っていくには必須のことですので、自分にも当てはまる気がするなと思う方はぜひ最後までご覧ください。まずはお金のメンタルブロックとはというところなんですけれども、豊かになりたいという願望に対して、実はそうなると困るという不安や恐れのことなんですね。お金持ちになりたいとか、もっと豊かな生活がしたいというように、お金に関する願望を頭では思い描いているんだけれども、もっと深い意識の領域では何らかの理由でそれを拒否してしまっているということ、これがお金のメンタルブロックです。これは主に幼少期から、人によっては10代の頃に見聞きした出来事が原因になっているってことが多いんですけれども、例えば家庭の中で両親がいつもお金のことで喧嘩をしていたり、もしくは家族の誰かがお金はやましいものとか、お金は汚いものとか、あとお金持ちは悪いことをしているとかね、あと多いのはお金を稼ぐのは難しいとか、そういうふうにお金に関してネガティブな信念を持っていて、それを言動にも表していたとしたら、あなたはそれを子供ながらに見聞きしていますので、あなたも潜在意識レベルでお金は悪いものだとか、お金を稼ぐのは悪いことだと、そういうイメージを根深く持ってしまうんですね。あとはお父さんとお母さんがお金のことで言い争いをしていた、そんな姿を見てしまったとしたら、お金のせいで喧嘩してしまうんだとか、お金のせいで人間は苦しむんだという、これもネガティブなイメージを持ってしまうことになります。こういう経験をしてお金に対して良くないイメージを持ってしまったら、お金稼ぎをするのにも罪悪感が生まれて、うまいこと行動できなかったりだとか、せっかくお金を貯めたとしても、この悪いものであるお金をたくさん持っていたくないので散財してしまったり、それこそ潜在意識レベルで悪いものであるお金を持っているよりも貧乏していた方が楽だという、そういう信念になって破産や困窮を引き寄せてしまうということにもなります。それでそんなお金のメンタルブロックにはいくつかの種類があります。大きく3つの種類になるかなと思うんですけれども、1つ目が受け取るブロック、お金を受け取ることが悪いというメンタルブロックのことです。2つ目が貯蓄するブロック、お金を貯めるメンタルブロックがあると、お金が入ってきてもすぐに使ってしまうので手元に残らない現実が繰り返します。
そして3つ目が支払うブロックです。お買い物をしてお金を支払うときにお金がなくなっちゃうなとかね、そういうふうに嫌な気持ちを持って支払っていると、まさしく本当にお金がなくなってしまう現実が延々と続きます。どうでしょうか、この中にご自分に当てはまりそうなお金のブロックありましたか？なんとなくこういうブロックを持っているのかなと感じられる人もいるかもしれませんけれども、無意識でお金のブロックを持ってしまっているっていうケースもよくあることなんですね。つまりどういうことかっていうと、自分ではなかなか気づいていないブロックがあるかもしれないということなんです。じゃあどうしたらそういうメンタルブロックを見つけられるのか、ブロックの見つけ方についてなんですけど、2つあると思います。まずは単純に普段生活している中でお金に関するネガティブ感情を感じることがある場合、例えば個人事業主をやっていて取引先にお金を請求するときになんだか居心地が悪いなとか、あるいはさっき言ったようにお金を支払うときにちょっとなんか嫌な気持ちになるっていう、そういう場合ですね。こんな風にお金にまつわるネガティブ感情がヒントになります。もう一つは願っているのに叶わない場合です。お金持ちになりたいとか、もっと収入を上げたいと明確に思っているのにもかかわらず現実がそれについてこない場合、過去の僕のようにお金を稼ごうとすればするほど借金が増えてしまったりするのは典型なんじゃないかなと思います。ではどうやってメンタルブロックを外せばいいのか、メンタルブロックを外す方法についてお伝えしたいんですけれども、今日この動画内で全部説明するのはさすがに尺の関係もあって無理かなと思いますので、ちゃんと一から深く学んで本当にお金のメンタルブロックを解放して少しでも経済状況を好転させたい方は僕の LINE 公式アカウントにご登録ください。こちら動画概要欄やコメント欄にも載せておくんですけれども、3日間の動画とリアルタイムのウェビナーでお金のメンタルブロックについてのより詳しい話とメンタルブロックを解除するための具体的な手法をお伝えしています。本気で幸せなお金の引き寄せマスターになりたい方はぜひ登録してみてください。では話を戻します。メンタルブロックを外す方法のステップは2つあります。1つ目はブロックに気づく、そして2つ目のステップが手放す、このステップです。1つ目のブロックに気づくというところですけれども、繰り返しになりますが、お金持ちになりたいと頭で願っていても現実化しない場合、お金持ちになりたくないという潜在意識の方の願いの方が叶ってしまっている状態なんですね。そしてそのブロックに気づいてあげることこそがブロックを外す最大のポイントになってきますので、まずやっていただきたいのはお金があると困る理由ですとか、あとはお金を稼がない方がいい理由、それって何かあるかなと自分自身に質問することです。お金があると怖いと思ってるとか、どうしてお金稼ぎは悪いことだと感じるのというふうに自分自身に極力優しく聞いてあげてほしいんですね。こうして自問自答するうちに、例えばお金があることで人から妬まれたりするから嫌だなとか、あとはお金がたくさんあると人格が変わっちゃうとも聞くしなとか、お金持ちになると大変なことが増えそうだなとか、こんな気持ちに気づくはずなんですね。メンタルブロックを解放するにはまずは自覚することが必須ですので、こんな感じで意外と自分はお金に対してネガティブなイメージを持っていたんだなと気づいて、できれば一つ一つメモを取るようにしておくと後々うやむやにせず一つ一つ解除していけますのでおすすめです。メンタルブロックを外す方法の2つ目のステップは手放すということです。実はここの部分が特にさっきお伝えした LINE 公式の方で本気のやり方をお伝えしているところなんですけれども、今日はそれとはまたちょっと別の少しライトな方法をお伝えします。さっきのステップ1でメンタルブロックに気づいたら、このブロック手放す？と自分自身に聞いてみてください。でその質問に対して、もしもあなたの心が手放してもいいかな、外してみてもいいかなと言っているような感じがしたら、ブロックが少しそこから外れていくんですけれども、この時になんか外したくないかもと思ったとしても大丈夫です。というのも、そのブロックは悪いものというものではなくて、あなたを守ってくれる存在でもあるからなんですね。ある意味でブロックがあるということによって、あなたを傷つかないように守ろうとしてくれている。実はメンタルブロックにはそういう自分自身を守ろうとする意図もありますので、悪いものだと捉えて否定するようなものでもないんですね。例えるなら、あなたが夢を思い描いてこんな風になりたいとかあんな風になりたいと思っている時に、横であなたのお母さんが見ていて、自分の子供のことが心配だからこそ、あなたそんな冒険して大丈夫なのとか、やめといた方がいいんじゃないの、もうちょっとねゆっくりやった方がいいんじゃないのと、そういうふうに愛がゆえに心配してくれているようなイメージなんですね。
じゃあそんな時はどういうふうにしたらいいのかっていうと、あなたのメンタルブロックに対して優しく、分かった分かった、心配してくれてるんだね、ありがとう、でも私はお金をたくさん稼いであんなこともしたいし、こんなこともしたいし、こんな経験もしたいのよと、そっちの方が自分の可能性を生きられるからきっと楽しいし幸せだと思うよみたいな感じで、まあ諭すようにあなたの気持ちを説明してあげてほしいんですね。そっちの方がメンタルブロックと喧嘩せずに済みますし、最終的にブロックが外れるタイミングが早くなったりします。そして最後に、あなたを必死に守ろうとしてくれていたブロックに対して、守ってくれてありがとうと感謝の気持ちを伝えてみると、ますます気持ちが癒されてブロックがなくなっていく感じが体感してもらえるんじゃないかなと思います。では最後ですね、お金のメンタルブロックが外れるとどうなるのかという話。お金のメンタルブロックを手放すことができたら、すぐに理想の状態が手に入るとイメージされる方少なくないかもしれませんが、その前にある出来事が起きることがよくあります。それは何なのかっていうと、お試しが訪れるということなんですね。つまり一見状況が悪化したように思えるような出来事が起きるということです。これは絶対そういう出来事が起きるというわけじゃないんですけど、結構な割合で起こります。例えば避けられない出費が急に出たり、売上が逆に落ちてしまったり、そういうピンチだと思えるような展開になるケースもあります。それでそういうことが起きた時にやってみていただきたいのが、過去の自分とは違う反応や行動をするということです。前も言いましたけれども、ちょっと思い通りにならないような展開が起きた時に拗ねるんじゃなくって、ブロックが取れた新しい自分、お金持ちで豊かさを手に入れた理想の自分として振る舞うということがものすごく大切です。理想の自分だったらこの時にどんな反応をするのか、どういうふうに考えてどう行動するのか、そのチャレンジに対して新しい理想の自分として行動していくことで、理想の現実がどんどん近づいてきますし、自信もつくはずです。お金がピンチならもうピンチにならないように、しっかりとした経済基盤を作るためにも、自分自身の素晴らしさで世の中に価値を提供する、そんな風に幸せなお金持ちへの道を一歩踏み出してください。お金を支払う時も、支払うことで入ってくる価値の方にも意識を向けて、出ていくっていう方じゃなくって価値の方ですね、入ってくる価値の方にも意識を向けて、自己投資にお金を使ってみたり、ブロックが外れた状態で前向きにそうやって行動することで、豊かになるための現実がどんどん引き寄せられてくるようになります。この時のポイントとして、理想の自分になりきって行動する、そして常に価値を与える側になるということがポイントですね。いかがでしたでしょうか。今日はお金のメンタルブロックの外し方についてお伝えしました。思うように行動できないのもメンタルブロックの仕業かもしれませんし、思い切り行動しているのに現実が変わらないのもお金のメンタルブロックが原因かもしれません。もし今回の話を聞いて、こんなメンタルブロックが自分にはありそうだなということに気づかれたのであれば、ぜひコメント欄で教えてください。きっと皆さんでお互いにシェアし合うことで気づきが生まれると思います。今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方は、ぜひいいね、そしてチャンネル登録もお願いいたします。で、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。